皆さんおはようございます。はい、受験前のお忙しい中、本校の説明会にお集まりいただきありがとうございます。しかも今日は、このホールがパンパンでございます。後ろまで本当に窮屈な思いをさせて申し訳ございません。今日一日、教職員生徒、一生懸命おもてなしさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまず、野球の話題に入りたいと思います。皆さん、マスコミ等でご覧になっていただきましたが、本校野球部県大会、それから近畿大会、優勝いたしまして、先日の明治神宮大会も最後、準決勝、横浜高校と、延長タイブレーク、大熱戦を行いましたが、惜しくも敗れてしまいました。はい、で、野球部、順風満帆にいってるわけではございませんでして、実は県大会、非常に危ない試合、たくさんございました。特にバッティングがもう全然打てないということで、ピッチャーにおんぶに抱っこということで、もう心象していった試合が続きました。ところが、県の準決勝、決勝あたりから、選手は大きく変わりまして、勝つことによって自信をつけたんだと思います。近畿大会、それから明治神宮大会、もう全然危なげない試合で、これだけやっぱり高校生って伸びるんだというのを改めて、感じました。2学期の始業式で吉田松陰の眉間の我という話をしたんです。みんな自分の中に眠っている素晴らしい自分がある、これをぜひ見つけようということで、一歩高みに立った自分を見つけようという話をしましたが、野球部の選手たちはみんな見つけてくれたんだなと改めて思いました。で、今回野球の快進撃の陰で応援指導部というのが本校ございます。応援団長とか、先ほどの PV にも出てましたが、チアの子とか、本当に応援席で暑い日も、それから明治神宮大会は実は大雨の中1回戦応援いたんですが、びしょびしょになり何かが一生懸命応援してくれました。で、その時の応援指導部の1年生が、実は校長室、先日訪ねてきてくれまして、1年前のちょうど皆さんと同じです、個別相談、この後ございますが、相談に来てくれた子です。県立を、受けようと思うが、併願で東洋を受けたい。で、自分は、高校に行ったら、応援するような仕事をしたい。で、特にチアリーディング、それができれば言うことないという話をしたんで、うちに来たらチアリーディングできるよ、しかも野球部が強いから、3年の間に必ず甲子園に行けると思う、ぜひ来たらどう？という話をしたんです。で、その子は専科に変えて本校に来てくれて、で、来て間違いなかったです。これだけ、姫路から神戸から、それから東京まで、行くことができた。で、この後甲子園も、応援に行ける。これだけ充実した高校生活はない。先生の言葉を聞いてよかったですって、お礼にわざわざ来てくれました。涙ぐんでました。本当によかったなと思いました。それから先ほど、案内の女の子がおったと思います、一番前で。あの子は実はスコアラー、野球部のスコアラーをしている子です。で、成績自体が非常に優秀、トップクラスですので、難関大学を目指している子なんですが、で、もう一つ生徒会もしてます。だから本当に大変な中、なんとか自分は野球に関わることをしたいということで、スコアラーを自分から申し出てくれました。もちろん反対する声は強かったです。勉強に支障がないんじゃないかとか、これ以上自分の時間削ってできるのか、いろんな声ありましたが、本校では自ら考え、自ら選択する、生徒ファースト、そういう学校ですので、本人がやりたいならやらそうということで、一生懸命今やってくれてます。野球の監督も非常にスコアラー、感謝しておりまして、今度、新聞の方にまた取材が来て載ると思います。野球の快進撃を支えた、感謝するべき人たちという形で、また出るので見てやってください。
まあ、そんな感じで今回野球に関連していろんな香港のいいところが見えて、改めていい学校だなとしみじみと思いました。それでは続きまして、香港の、教育についてお話したいと思います。香港は、哲学者井上円了、明治時代の方ですが、この井上円了が作った東洋大学、これの付属高校として、60年前、この姫路の地に誕生いたしました。哲学者が作った学校ですので、諸学の基礎は哲学であり、これが香港の教育理念です。また人間愛に欠けた学問は人類に貢献しないということで、学問の究極の目的は社会貢献、人の役に立つことでないとダメだ。で、一人一人がやっぱり幸せにならないとダメだ。まあ、これが香港の教育理念でございます。まあ、ですから香港は一人一人を大切に、皆さんご存知のように東京大学進学から就職まで非常に幅広い生徒のニーズがある学校です。で、これが香港の一番の実は売りなんです。多様性、ダイバーシティですが、いろんな子が居場所がある。で、一生懸命自分の好きなことができる。まあ、それで毎日が楽しい。まあ、そんな学校だと思います。で、本校は、勉強だけ、部活動だけを行う学校ではございませんで、キャリアフロンティアという、体験を非常に重視しております。3つの柱がございまして、哲学、グローバル、探究。この3つを柱とするさまざまな学校行事を組んでおります。これを、続けることで、先ほど言いましたが、大きく生徒が成長していきます。それから海外語学研修ですが、こちらもたくさん用意しておりまして、生徒自ら選ぶという形になっております。こちらはフィリピンの、セブ島のサマーキャンプです。こちらの売りはマンツーマン。バディを組みまして、ネイティブと1週間、2週間、2週間、本当に英語漬けの毎日、これを暮らすことができて、英語の学力が非常にアップします。それからもう一つ、イギリスのパブリックスクール、こちらへの語学研修もございます。イートン校、ハロー校、ラグビー校と、イギリスの名門パブリックスクール、世界一権威のある学校ですが、そういうところに参加することができるという、これは本当に他の学校では行けないものです。兵庫県では本校のみです。まあ、こういうところにも自由に行くことができる。さらにはカナダのバンクーバーの私立高校への留学、これも考えております。はい、で、出口部分では海外大学進学制度というのがございまして、海外の大学に進学したい生徒は、最後まで応援するというプログラムを用意しております。ちなみに昨年はインドネシアのテイラーズ大学に2名、合格者がおります。で、こちらの方は、試験は免除になりまして、学校の評定と、それから、TOEFL、IELTS のスコア、これをクリアすればいけるというものです。いわゆる指定校推薦みたいなものと考えていただければいいと思います。世界ランキングはよく、マスコミに出ますが、日本の大学、どうしてもやっぱり、英文の検索数とか、外国人留学生の数とか、まあ、そういう英語が日本人弱いですから、世界ランキングはそんなに東大でも20位台ですが、それを超えるような大学がたくさんあります。まあ、一つの選択肢として考えていただければと思います。はい、それから探究活動を続ける中で嬉しいニュースがありました。東京大学の総長賞、これ非常に権威がある賞です。東大の卒業生が大体3000人ぐらいです。そのうちこれがもらえるのは2、3人です。日本の最高峰の東大の中の本当のトップクラスの賞です。で、この子は、高校時代から探究の時間にブロックチェーンの研究をしてました。それを東京大学に行っても続けて、で、こんな見事な賞を取ったということで。
暗号資産とか仮想通貨なんかのセキュリティシステムですから、今後ますます発展していく分野です。将来、50年後ぐらいにノーベル賞候補、そんなになるかもしれません。大変本校としても嬉しく思っております。それから、一番下にございますが、感想の話を、これは本校の全校表彰ということで、今年度から新たに設けました。感想の花というのはスクリーンにあります、キクウメランタケ。これは植物の中でも高潔なものとされております。これに学祖井上円了が、哲学の4人の偉大な至聖、ソクラテス、カント、孔子、釈迦、これをなぞらえまして、感想の花賞というのは、この、4つの花のように、至聖のように、高潔な人物に育ってほしい、そのような生徒を表彰するものでございます。それから本校では、先ほども言いましたが、利他の心、応援指導部なんかに象徴されますが、これを大事にしようという教育を行っております。それから、入試ですが、S コースと T コースに分かれます。高校1年生の時は大きくこの2つです。で、この後、高2になりますと分離選択ございまして、高3になるとさらに志望校別、よりきめ細かい一人一人を大切にするカリキュラムとなっております。その成果が、進学実績にも現れております。こちらはコース別の大学進学実績です。また後で詳しくご覧ください。で、グラフで見ますと、国公立大学の合格者、昨年は、64名ということで、過去最高の数字、これを記録しております。主なところでは大阪大学の3名、この辺りに合格者が出ております。今年度はもう少し増えて、70から80名ぐらい、合格者が出るのではないかと考えます。で、3年後ぐらいには大台の100名、これを突破するのではないかと、思っております。同じく私立大学ですが、産官同率以上の難関大学に合格した生徒は55名。こちらも過去最高でございました。それから私立大学の医学部ですが、医学部医学科に4名、合格者を出しております。また本校は東洋大学の付属高校ですので、東洋大学への指定校推薦枠は70名、ございます。非常に多くございます。それから最後に部活動です。野球部以外にも本校では全国大会、近畿大会に出場する、クラブ活動、非常にたくさんあります。このように、本校はやりたいことができる学校でございますので、どうぞ本校第一志望にしていただければ非常に嬉しいです。皆様のご入学を心よりお待ちしております。本日はありがとうございました。続きまして、国語、英語、数学の入試問題について各教科の教員がご説明いたします。まずは国語科の説明です。中原先生、よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。国語科の中原と申します。それでは、ただいまより昨年度の入学試験、国語の問題に触れながら、学習のポイントについてお話ししていこうと思います。よろしくお願いします。それでは早速ですね、お手元にあります2024年度試験問題、国語をご覧ください。S コース、T コース共通の問題で、大問の1が評論、40点程度です。大問の2が小説、こちらも同じく40点程度です。大問の3が古典、こちらが20点程度、こういった目安で出題をしております。そしてこちらがですね、過去3年の出題の出典となります。
本校では例年さまざまな文章からバランスよく出題するように心がけております。はい、そしてこちらが2024年度前期入試の合格者平均点となっております。S コース、T コース、先眼、併眼、それぞれこのような得点になっておりますので、ご参考にしてください。はい、それでは各分野ごとに学習のポイントを説明してまいります。まずは評論です。こちら、配点40点に対して昨年度の入試では正答率が61%でした。出題の内容ですけれども、漢字の問題から始まりまして、読解問題、読解問題の中には新傾向と言われる問題も含んでおります。これに関しては後ほどご説明します。そして最後に全体把握。こういった流れで出題をしております。オーソドックスな出題方針を、考えております。はい、それでは特徴的な部分に関してご説明していきます。入試問題の3ページご覧ください。はい、3ページ、問いの1番、漢字の問題を出題しております。本校では、漢字の問題は、同音異義語を問う形式にしております。では、実際に見ていきます。二十五線譜 A から E の漢字と同じ漢字を次の中から選びなさいという問題です。今回、問いの1番では、A の中で、この最中の最ですね。この漢字と同じものを選択肢の中から選ぶという形になっています。一緒に見ていきましょう。選択肢や際限なくの際。そして、E が最高気温の際。U が昆虫採集の際。A が細心の注意の際。このようになりますので、この正解は E になります。こういう形で出題をしております。はい、続きまして、6ページご覧ください。6ページの問いの11番です。はい、こちらはですね、読解問題の中の新傾向の問題として出題をしております。本文を読んだ生徒と教師ですね、こちらの会話文が掲載されています。この中に空欄がありますので、空欄に適語を入れていく形になっています。会話文自体がですね、少し長いので難しそうだなと思われる方いると思うんですけれども、本文の中に答えがありますので、落ち着いて探すようにしてください。この問題はある程度練習していけば慣れていくことができますので、本番までに今回配っている過去問を使ってですね、ぜひ練習をしておいてください。そうすると本番安心して迎えることができると思います。はい、それでは続きまして、小説です。小説の分野、配点40点に対しまして、正答率が53%でした。出題の内容ですけれども、漢字の読み、そして言葉の意味から始まりまして、読解問題。小説ですので、特に登場人物の心情について聞く問題を出題しております。そしてその後、全体把握の問題へと続いていきます。はい、こちらも特徴的な部分、触れておきますね。問題の13ページを見てください。はい、13ページの問いの10番になります。小説においても、読解問題の中で新傾向の問題をここ数年出題しています。こちらはですね、本文を読んだ生徒が感想を発表するためにメモを作成していく問題になっています。本文を改めて別の角度から捉え直していく視点。こちらが大切になっていきます。こちらもですね、初めて見ると難しそうだなと思われると思うんですが、練習していけば、こちらもある程度コツがつかめていきますので、ぜひ今回の過去問を使って本番までに練習されておくと安心かなと思います。はい、それでは次に古典の分野です。古典の配点20点に対して正答率が40%でした。解ける受験生と解けない受験生とで差がはっきりと出てくる分野になっています。こ
こちらの内容なんですけれども、中学校で学んだ古文の常識、そして読解問題をメインに出題をしています。14ページをご覧ください。問いの1番です。問いの1番ですね。点線部の言葉を現代仮名遣いに改めてひらがなで答えなさいという歴史的仮名遣いに関する問題を出題しています。はい、正解こうなりますね。はい、実はですね、2023年度、つまり一昨年の入試問題でも同傾向の問題を出題しています。一昨年度は問いの1番、点線部を現代仮名遣いに改めてひらがなで答えなさい。全く同じ出題形式なんですね。正解はこのようになりました。はい、このようにですね、本校の国語の問題、古典の分野で歴史的仮名遣い、品質になっておりますので、ぜひ確認をしておいてください。はい、ただですね、古典の分野、どうしても苦手なんですっていう生徒の方、中学生の方いらっしゃると思いますので、今日はですね、本校に在籍している高校1年生の生徒、在校生に古典の勉強法について聞いてきました。今から1年前ですね、どういう勉強してましたかという問いに対して、その生徒は古典の知識をしっかりと覚えてましたと答えてくれました。今日ご説明しました歴史的仮名遣いですとか、かかり結びの法則、こういったものをきちっと暗記していたそうです。そしてその上で、古文の文章を読むための単語ですね、重要単語をしっかりと覚えていましたと答えてくれました。勉強法なんですけれども、この生徒は自分で暗記用のまとめプリントを作って、それを持ち歩いて勉強していたようです。皆さんぜひご参考にしてください。はい、そして全体に関することなんですけれども、本校の国語の入試問題、抜き出しなさいという問いがですね、数多く出題されています。例年、採点をしておりまして、もったいないなと思う部分がありまして、抜き出す部分は正しくてもですね、抜き出した字が間違ってたりすることが多々あるんですね。その場合は本校ではシビアではあるんですが、不正解扱いにしておりますので、入試本番緊張していると思うんですが、丁寧に正確に抜き出すように心がけてください。はい、では最後にまとめです。入試に向けてですね、まずは今受けている中学校の授業、これを大切にしていってください。そして今まで受けた定期考査や実力テストの見直しをしていきましょう。できなかった問題を1題でもできるようにしていく姿勢が大切になっていきます。そしてこれからの季節は問題集や過去問に数多く触れていってください。まだ入試まで2ヶ月あります。たくさんの問題を解きながら基礎基本の知識をしっかりとつけていくようにしてください。国語は以上になります。続きまして、英語科の説明です。東川先生、よろしくお願いします。はい、皆さん、おはようございます。英語科の東川と申します。それでは、昨年の入試問題から、ちょっと解説をいたします。まず、全体の問題構成なんですけれども、例年決めております。この形で。内問は全部で9つありますが、1番から6番までの内問、まあ、25点しかないんですけれども、基本的には英語の知識の部分というところで、問題を作っています。例えば、まあ、文法であったりとか、そして、語法であったりとか、まあ、イディオン、そういうものを知っているかどうかとか、についてですけれども、こちらはなかなか今、公立の中学校さんでは、こういったところに特化して英語の授業っていうのは行われていないかなとは思うんですけれども、やはり大学入試も視野に入れながらの入試問題作りということをしておりますので、
で、こちらが、知識という部分は大変大切だと思いますので、毎年、25点を聞くようにしています。で、まあ、ここでちょっと、せっかくこの説明会に来ていただいた皆さんに、ちょっとこれでというわけではないですけれども、まあ、こういう問題でよく出題される範囲っていうのがあるんですけれども、基本、英語の文法とかっていう問題集を開いてみたら、あるいは参考書を開いてみたら、いろんな項目があると思うんですけれども、大体文法知識、語法知識って、こういったところで出題される率が高いのは、準動詞というところ、不定詞とか、分詞とか、動名詞とか。項目ですね。で、その辺のところをしっかり勉強していただければ、大丈夫かなと思います。あとはやはり、何を置いても多いので、ボキャブラリーですね。で、その丁寧に教科書に出てくる単語を一生懸命練習していただければどうかなと思います。そして大問の7から、9なんですけれども、こちらは、まあ、いわゆる実用英文とか、まあ、バーグラフ等を用いた対話文というふうに、まずこれが7と8に大体どちらかに、いますね。で、まあ、いろんなところから出してます。新聞記事を、元にして、英文に直して問題を作るとかいう形を使っています。で、まあ、こちらはあまり文法事項とか口語事項とかが、もう大問1からよく聞いてますので、話の内容をちゃんと読めてるかなっていうところを取るようにしています。で、その問い方ですが、大体問題を作るときは、ちょっと抽象的な言い方をしているところに線を引っ張って、これは具体的に言うとどういうふうに書いてましたかっていうのを聞いている。基本的にはそういう作り方ですね。で、英語ですから、段落ごと、パラグラフっていうんですけれども、まあ、分かれている文章が多いんですが、大体一つのパラグラフには一つのアイディアっていうところで、パラグラフごとに問題が一つずつ、問えるような形で、作成しています。あと、物語文、エッセイとか論説文とかっていうのが、まあ、大問9になるんですけれども、こちらは、誰がどこで何をどうしたっていう 5W1H ですよね。そういったところにちょっと注意して読んでもらってれば、問題を解けるかなと思います。では、昨年度のこの結果なんですが、コース別の平均点ですが、全体では、まあ、一番上に書いてますが、この感じで、で、ちょっとなかなか英語は例年難しいという感じに、結果が出ています。はい、そしたら、もう先ほどちょっと言いましたけれども、もう少し詳しく、書いたのがこちらになります。で、大問1から6の知識問題。で、まあ、配点が25点で、正答率は47%でした。そして大問の7は、今回の分は、このチラシ文からの情報をすくい取る問題という形。そして配点が25点で、正答率が67%でした。で、大問の8は、対話文と案内文から下線部や代名詞が示すものをつけたり、文脈から内容が一致する文を選択させる問題。こちらも配点25点で、昨年度の正答率は40%でした。そして大問9が論説文ですね。で、論旨の展開を読み取り、内容が一致する文を選択させる問題となっています。で、こちらも、配点25点で、正答率は46%でした。はい。それではちょっと具体的に、先ほど、準動詞、不定詞、分詞、動名詞あたりがよく出題されるというところで、過去問からちょっと正誤判断問題というところで、大問6になるんですけれども、例えばこの文章を見ていただいたら、まあ、I was excited just to think of that scene。まあ、そのシーンを思い浮かべるだけで興奮したっていう内容にちゃんとなってるかどうかっていうことですが、excited っていうのは他動詞で興奮させる、ワクワクさせるっていうので、もし I was exciting ってやってしまったら、私が誰かをワクワクさせる人だっていうふうに言ってしまったことになってしまって、私はワクワクしたっていうふうにはならない。だったらどうしたらいいのっていうと、この exciting のところを excited っていうふうに過去分詞に変えてあげる。こういったことはもう、準動詞を勉強すれば、何度も何度も登場する項目ですので、こういったところを丁寧にやっていただければなと思います。はい。そして7番、8番なんですが、対話文等の文章問題についてです。
まあ、基本先ほど言いました、語句とか文挿入、文脈理解からの内容一致問題等の論旨展開をしっかり読み取らせるような問題ということで、要は何が書いてあったのかなっていうのが、まあ、ちゃんと読めればいいと。ただ、英文ですから、まあ、一回出てきたものに対して代名詞化されて表現されているものとか、なんかまあ大体こんな感じだったよねっていうふうに大雑把に言ってしまう部分があるんですが、そこは具体的に何を指してたのかなっていうところをどう問題だと思ってもらっていいと思います。はい、そして、実用英文問題なんですが、こちらも同じですね。ただ新聞記事から取ったり、いろんな広告から取ったり、実社会で目にするものを題材として、いるので、まあ、そういったところに対しての意識もちょっと持ってもらえたらなと思います。まあ、基本的には必要な情報が何だったのかというのを読み取れる能力を、つまり情報処理能力っていうものを問題にしています。はい、以上が英語の、問題傾向でした。ありがとうございました。続きまして、数学科の説明です。西田先生、よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。数学科の西田です。それでは数学の、過去問題の解説を始めさせていただきます。まず、問題構成、前に出ている通りです。大問1、小問集合、40点。大問2、方程式。大問3、関数。大問4、図形。大問5、場合の数と確率。大問2から大問5については、それぞれ15点前後の配点になっております。前に出てますのが、昨年度の平均点、S コースと T コースと。昨年度は少し難易度が高かったため、例年より平均点少し低めになっております。今年度に関しては少し難易度を下げるつもりですので、もう少し高くなるかなというふうに思っております。それでは、大問ごとに見ていきます。大問1は小問集合です。中学校の全範囲から、基本的な問題を出題しております。昨年度の正答率は86%、例年80%の正答率になっています。前出てますのは、正答率が90%を切ってたものになります。少しだけ取り出して見ていきます。前少し見にくいと思いますので、お手元のシートを見ていただければと思います。まず、過去5番ですね。二次方程式の問題。まあ、解の公式を使って解く問題ではあるんですけれども、X の係数が、こう、偶数マイナス4になってますので、まあ、解の公式、いわゆる解の公式使うと、まあ、ルートの計算、あとは約分っていうのが出てくるというようなタイプの問題になっております。ですので、まあ、その辺のルートの計算とか約分が正確にできてなければ、こう減点されていくというような問題になりますので、まあ、この X の係数が偶数の対応、これはよく出題される問題ですので、しっかり対策していただければと思います。次に、括弧7番ですね。二次関数の変域の問題ですが、まあ、よくある間違いとしては、まあ、X の変域がマイナス4から2だということで、このマイナス4と2だけ代入して答えをしてしまう、ミスが非常によくあります。まあ、グラフをしっかりと考えていただければ、軸のところ、X0 のところが一番小さくなるというのは読み取れると思いますので、このあたりも、しっかりと、復習していただければと思います。で、最後、10番ですね。箱ひげ図の問題。出題しております。ここ2年については、この10番は箱ひげ図を出そうと、まあ、新傾向としてですね、箱ひげ図の問題を意識的に出題しておりました。た
ただまあ、2年間主催しまして、ある程度本校の受験生の理解度なんかも測ることできましたので、今年に関しては、箱ひげ図だけではなく、データの分野、全体から一問の出題というのを考えておりますので、箱ひげ図だけでなく、それ以外のところもしっかりと、演習していただければと思います。次に第問2番です、方程式の問題になります。近年は、この第問2は対話型の問題を、出題しております。昨年度は、精度率 37% ということで少し難しかったかなと思います。単なる連立方程式だけでなく、平均値であったり、中央値であったりというもの、ことを入れてますので、少し難しかったかなと。特にこの運営、ここでもかなり、まあ、生徒率が 20% に下がってしまったというところが、まあ少し想定外ではあったんですけれども、まあ下がった要因としましては、ここの式を立てるためには、この一番最初のここの文章に戻ってくる必要があると。ここの文章から式を立てて、で解いたら A が出てくる。そういう問題ですので、少し難しかったかなと思います。ただまあ、この対話型の問題では、こういうふうにその必要な情報を正確に抜き取るという知識が必要になってきますので、ここは慣れもあると思いますので、この対話型の形式っていうのは演習をしていただければと思います。大根さんは関数の問題になります。この問題についてはもう難しかったと思います。図形も結構複雑な問題で、問われている内容も難しかったと思いますので、これはもう、力試しだと思って、一回やってもらえたらいいかなというふうに思います。第問4は図形の問題になります。こちらも生徒率 40% とやや低くなります。本校の受験生の入試の結果を見ておりますと、でこの図形のところは少し苦手にしているかなというふうに思います。特にその掃除であったりとかっていうところは、例年的があまり良くないと思います。ですので、台本4は今年も図形の問題ということになりますので、ここもしっかり対策をやっていただきたいかなというふうに思っております。第問5は場合の数と確率の問題です。こちらはまあ、よくできてたと思います。すべてのパターンを全部書き出して、条件を満たすものをしっかりと読み取っていくという問題です。この解き方もよく定着できているのではないかなというふうに思っております。最後にですね、回答する上で気をつけていただきたいことを3点、お伝えさせていただきます。まず一つ目、ルートの扱いですね。まずルートというのは、このルートの中は小さくすると。これはまず一つ。そしてあとは、計算最後までやるというのが一つ。あとは、前には載ってないんですけれども、例えばルート4とか、ルート25とかっていうルートが外せるものは、外してないと減点ということになりますので、そのあたりも気をつけていただきたいと思います。二つ目としては、因数分解と方程式の違いですね。因数分解は、この掛け算の形。これが因数分解。そして方程式は、この x イコールの形ですね。ここをしっかりと区別していただくと。因数分解しなさいの問題を x イコールで書いてれば、それはもう不正解になりますので、その数学の言葉の意味というのをしっかりと押さえていただきたいと思います。そして、最後ですね、分数であったりとか、あとは式の問題については、しっかりとそれ以上計算できない形、一番簡単な形にまで、変形をするということで、これも限定の対象になりますので、気をつけていただきたいというふうに思います。入試まであと少し時間ありますので、しっかり対策を取っていただければというふうに思います。これで数学科の解説の方を終わらせていただきます。ありがとうございました。続きまして、教頭、梅田真一が入試のご説明をいたします。教頭先生、よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。教頭の、山田と言います、よろしくお願いいたします。私の方から、2025年度、入試と、2024年度入試の、結果について、説明をさせていただきます。まず、2025年度、入試でございますが、募集定員、S コース、70名、T コース240名の合計310名が募集定員となっております。出願方法ですけども、2022年度からウェブ出願をしておりまして、2025年度入試で4年目になります。当初心配もしましたけども、大きなトラブルもなく出願を行っております。ウェブ出願の流れでございますが、配布しております、ウェブ出願ガイドをまた後ほど、見ていただいたらと思うんですけども、大まかな流れとしましては、まず、受験生が、マイページというのを作成していただきまして、中学校の先生といろいろ面談をしながら、出願情報を入力していただきます。そして、ちょっと見にくいんですけど、このブルーで編みかけしているところが、中学校の先生に行っていただくところ。中学の先生に提出をしていただきまして、確認、確定すると。そして、受験料等の、支払いをオンラインでしていただきまして、また、中学の先生にそれを、印刷をして提出をしていただくと。いうことで、本校への出願になります。この赤いところは、本校が行うところでございます。ウェブ出願、システムというのは、出願から合格発表、合格後の、入学手続きまでを、ウェブ上で行うと、いうことになっております。続きまして、前期入試ですけども、2月10日月曜日に行います。試験科目は、国語、数学、英語の、3教科で、各50本100点満点で、テストを行います。推薦一般ともに共通問題となっております。まず推薦入試でございますけれども、配布しております入学試験要項の1ページにも載せておりますが、まず推薦入試は選願のみ。選願というのは、東洋大姫路高校に合格をすれば必ずというのが選願ということでございます。推薦入試には学力推薦と、スポーツ推薦、2つございまして、それぞれ、基準がございます。また、後ほど1ページの方、確認していただいたらと思うんですけども、その基準を、満たしているものが、出願できるという制度でございます。スポーツ推薦は S コースと D コース、それぞれ選ぶことができます。ただし、先ほど言いました、基準がありますので、基準を満たしているものということになります。続きまして、入学試験要項の2ページをご覧ください。ここでは、一般入試。一般入試は、選願と併願を選択することができます。選願者には、このように、20点の得点、選願得点として20点の加算点があります。併願者、本校合格して、あと公立高校も受けるという人は併願になるんですけども、その人には、300点のテストの点数で判定をします。例えばですね、その時の T コースの、合格最低点が100点だったという場合、併願の人は90点だったら落ちるんですけども、選願にすれば、20点の加算点がありますので、合格ということになります。そのようにかなり有利なことにもなりますので、またご検討いただければと思います。次に、S コースを希望される方は、この3パターンから選んでいただくことになります。1つ目、S コース、T コース、どちらに合格をしても行きます。選願で東大姫路に入学します。というのが一つ目。二つ目は、S コースに合格すれば東大姫路に入学します。
S コースはダメで T コースに回し合格になったら、その場合は、併願に切り替えますと。公立高校も、考えますというのが2つ目。3つ目は S コース、T コース、どちらに合格をしても、併願です。公立高校も考えますというのが3つ目で。S コース、希望される方は、この 3つのパターンから、どれかを選んでいただくということになります。入学試験要項の3ページをご覧ください。日程、会場等を載せております。会場ですけども、また中学校の先生から指示があると思うんですけども、本校はこのように6会場、全期入試は6会場に分かれて試験を行っております。例えば、高川高砂の学校でしたら、高砂市の総合体育館、出ていただくことになります。で、あと、日程等も載せておりますので、また後ほどご確認ください。で、続きまして、2024年度入試の、結果でございます。データブック、お配りしています。データブックの7ページを、ご覧ください。2024年度入試、前期入試は、3977名。の受験生でした。後期入試は2名の受験がありました。その下の表に S コース、T コース、それぞれの人数と合計人数を載せております。3977名の受験に対して合格者が3972名ということで、この数字だけ見れば、ほとんどの人が合格できるなというふうに言えると思うんですけども、まあ、そうではなくて、合格できる人が受験しているという意になっております。一人一人に中学校の先生が適切な指導をされたために、このような結果になっています。中学校の先生の指導を信じて、受けていただければ心配はいりませんので、よろしくお願いします。で、この、ブルーで囲っているところ、ここはちょっとわかりにくいんですけども、受験者が2169名に対して、合格者が2347名、このような数字になっています。受験者数を合格者が上回っているんですけども、これはなぜかと申しますと、S コースを受験した生徒がこの人数で、合格した生徒が1625名と、残りこの、183名が S コースから T コースに回し合格になっているために、このような数字になっております。S コースをやめても T コースに回し合格になるというのがこれ言ったら、これを見ると分かると思います。次に、この姫路福崎学区第4学区というんですけども、第4学区の中学3年生の数と、本校の受験生を見てみました。この棒グラフは、この中3生の数になるんですけども、どんどんこのように減ってきています。しかし、本校の受験者数というのは、ご覧いただいたら分かるように、ここ上がってきています。3979名の受験者、4000人近い受験者数というのは、兵庫県でもナンバーワン、一番の受験者数となっております。続きまして、先ほど、教科の方からも説明がありましたけども、S コースと T コースのそれぞれの平均点でございます。2023年度入試の平均点が、合計点ですけども、224.2 と、に対して、この今年度、2024年度は少し難しかったのか、197.0 という数字になっております。S コース、T コースは、昨年度が 166.1。で、今年度入試が、142.9 ということで、S コースは、まあ、昨年度で申しますと、大体1教科平均67点ぐらい。で、T コースは大体47点ぐらいという数字になっております。まあ、20点ぐらいの差があるというふうに言ってもらったらと思います。ただ、この今されている勉強というのは入試がゴールではなくて、
ずっと、この入学後も続きますので、50点、60点、それ以上目指して勉強はしていただきたいなと思います。各、S コース、T コースの得点分布ですけど、まず S コースですけども、先ほど、平均点申しましたけども、だいたい S コースの方は3教科合計が、この200点あたり、このあたりのところが、多くなっております。そして、T コースは140点後半、150点ぐらいのところに、人数がまあ多くなっていると、いうことになります。こちらもデータブック9ページに載せておりますので、また後ほどご覧いただいたらと思います。続きまして、今年度、2024年度、本校を受験した生徒が、併願の人、公立高校も受けた人、どのような学校と併願しているかということですけども、もし、自分が S コースにしようかな、T コースにしようかな、どちらにしようかなと、迷われたとき、もしくは参考にしていただきたいと思うんですけども、第4学区で申しますと、S コースを受験した生徒は、姫路東が一番多くなっています。その次、勝野、姫路西、まあ、このような学校と、併願した生徒が多くなっています。T コースは、市立鹿浜高校、姫路商業、姫路工業、以下もこのような学校と併願をした生徒が、多くなっているということになります。しかし、下に書いてますように、公立高校、第一志望だけ書いて、第一志望は書かないと。第一志望ダメだったら、公立高校の第一志望ダメだったら、まあ、東洋姫路に入学しようというふうに思っている生徒が、S コースは全体の 22%。で、T コースは多くなりまして、55%。この数字も年々、大きくなってきています。第一志望ダメだったら、東洋姫路に入学しようという生徒が多くなっているように思います。後期入試と S コース追加選考試験ですけども、後期入試と並行して、S コース、T コースに合格したんだけども、ぜひまあ S コースの挑戦をしたいという人に対する追加選考試験、3月25日に実施をします。ちなみに S コースのチャレンジテスト、追加選考試験を受けたの、生徒が今年度は11名、まして10名がT コースから S コースに入って、頑張っております。毎月の納入金でございますけども、基本的に授業料、本校では、月額3万3000円、その他生徒会費、入会費、施設設備費等が、あるんですけども、このように、県、国の、就学支援金、授業料軽減制度を受けて、家計の、ご収入によって違うんですけども、実質、授業料が無料になっている生徒が全体の 43%。何らかの補助を受けて、数万円の補助を受けている生徒が 31%。両方合わせると、70% 以上の生徒が何らかの、そういう軽減制度を受けて、ここに通学していると、いうことになります。また、参考にしていただいたらと思います。ぜひ学校選びは、学校の教育環境、設備、教育内容等で選んでいただけたらと思います。奨学金制度でございますけれども、1種、2種とございまして、1種、A、B、C。簡単に申しますと、A というのは、入学試験前、願書出願時に、中学の先生に申し出ていただいて、本校が選ぶと。まあ、3名以内となっているんですけど、入学試験前に、選ぶのが A 型。B 型というのは入学試験、入試の成績で選ぶのが B 型。C 型というのは、本校に入学をして、どうにも、学習活動を頑張ったという生徒に対して、例えば1年次頑張った生徒に対して2年次から適用しようというのは C 型でございます。2種というのはスポーツ推薦でございます。で最後に、まあ、入試関連のイベントになりますけども、どんどん、12月に入って入試が近づいてくるんですけども、最後の個別相談会というのを、2回、12月16日と、12月25日に、実施をします。何かこう、悩んでいると、相談したいことがあるという方は、ぜひ、どちらかに参加をしていただいたらと思います。
以上で私の方の説明を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。最後に在校生と卒業生から皆さんへのメッセージです。私が本日お伝えしたいのはこの4点です。では入学の経緯からお話しします。私が東洋大姫路高校に入学を決めた理由は、私は小学校2年生から野球をしており、甲子園出場し、人間として成長したいと考えたため、この高校を選びました。入試方式は専願でスポーツ推薦でした。次に、高校生活の学業についてです。私はこの度、鳥取大学の地域学部、地域学科に合格しました。私は1年生の時に T コース、2年生になるタイミングで進路選択があるのですが、そのタイミングで文武両道に励みたいと考え、難関私大コースの文系、そして3年生も同じく難関私大コースの文系を選択しました。私は部活動をしていたため、家で勉強ができる時間は少なく、勉強は学校の中でしっかりやろうと考え、休み時間を活用しながら授業の予習復習、単語の暗記等を行いました。1年生の頃は高校立大学に合格することを考えられなかった私が高校立大学に合格できたには3つの理由があります。1つ目、学校でも部活でも勉強の大切さを教わったからです。学校ではもちろん、部活でも顧問の岡田先生や平野先生をはじめとする先生方から勉強の大切さを教わりました。二つ目は、英検の2級に合格できたからです。私は12級、2級合わせて7回も合格になってしまいました。しかし、3年生の8月に2級を合格したいと考え、3年生の1学期に英語の先生に特訓をしていただきました。これは、2級に合格した際のスコアです。3つ目は、実際の入試科目である小論文や面接、グループディスカッション対策をしっかりと行ったからです。これは私一人でできるものではなく、たくさんの先生に支えていただきました。次に、部活動についてです。私は野球部に所属していました。そして、副主将をしていましたが、公式戦に出場することはできませんでした。これは、夏の兵庫県大会の開会式で先導行進を務め、新聞に掲載された写真です。この時に思ったことは、今まで支えていただいた全ての方々に恩返しができる最高の場だと考え、胸を張って行進をしようというふうに思いました。野球部での2年半を過ごして、貴重な経験ができました。一つの目標に向かって、一生懸命取り組んだ2年半はかけがえのないものです。特に1年生の夏休みの練習はかなりしんどいものでしたが、乗り越えられたことは大きな経験となっています。2つ目に、生涯付き合う仲間と出会いました。私は結果が出ない日々が長く苦しい時期が続きましたが、同じように頑張っている仲間がいたため、ここまで来れたと感じています。3つ目は、野球以外のところも学びました。顧問の岡田先生、平野先生をはじめとする顧問の先生方から、野球以外のところを大切にしなさいというふうに常日頃から教えられ、挨拶、言葉遣い、ゴミ拾い、報告、連絡、相談といった社会で大切なことを学びました。これは夏の大会の前に野球部の3年生で撮った写真です。引退した時に東洋大姫路の野球部に所属できて幸せだったと感じました。最後に、東洋大姫路高校の魅力です。3年間過ごした私が思う東洋大姫路高校の魅力は、挑戦したいことに挑戦できる環境が整っている点です。私は部活動に熱中しながら、国公立大学に合格できるという経験ができました。これは私一人でできたことではなく、先生方や仲間に恵まれたからだと思います。この東洋大姫路高校には、皆さんが挑戦したいことに挑戦できる環境が整っていると思います。ぜひ私のような経験を受験生の皆様にもしていただきたいと考えています。
皆様のご入学を心からお待ちしております。ご清聴ありがとうございました。話す順は次のようにあります。はじめに入学の経緯についてです。私が東洋に入る決め手になったことは主に3つあります。1つ目に部活、2つ目に設備、3つ目に進学です。1つ目の部活について、私は高校で弓道部に入りたいと思っていました。2つ目の設備では、オープンスクールで実際に講師を見たり、説明を聞いて、とてもいい環境だなと思いました。3つ目の進学についてです。東洋では、クラス分けが2年生から国公立、私立、専門、就職と本人の希望と成績で分けられます。幅広い進路の選択ができるので、まだ将来の進路を決めていなくても安心だと思いました。次に学業についてです。私は1年生の時は T コースでしたが、2年生の時に S コースに変わりました。1年生の時から部活と勉強の両立を目指していました。2年生の冬頃、志望大学である大阪芸術大学のデザイン学科を目指すため、美術教室に通い始めました。そこから、部活、勉強、美術の3つを並行して取り組みました。なかなか大変でした。3つ目、部活についてです。私は弓道部に所属し、日々練習に取り組んでいました。弓道部は先輩や後輩、男女関係なく、とても仲が良い部活です。弓道場の設備もとてもいいため、試合でよく使われます。私は商談審査で初段を取るなど練習に励みました。4つ目、受験勉強についてです。1年生から2年生までは授業や定期考査を大切にしていました。その後、共通テストに向けて勉強をしていましたが、3年生で志望大学を決めてから実技に専念しました。実技の主な内容はデッサンと色彩です。こちらの絵は私が描いたものになります。共通テスト対策では語学の解き直しや英単語、古文単語を覚えていました。5つ目、将来の夢についてです。私は将来インテリアデザイナーを目指しています。インテリアデザイナーとは建物の内装や家具、インテリア雑貨など空間の、室内の空間をデザインする仕事です。私はインテリアデザイナーになって社会問題になっている傘問題に貢献したいと思い、自分がデザインしたので町おこしをして解決したいと思っています。6つ目、東洋の魅力についてです。私から3つ紹介したいと思います。1つ目、校舎の綺麗さです。校舎がとても綺麗なので安心して部活や勉強に取り組むことができます。2つ目は、姫路駅から直通のバスです。このバスがあるおかげで雨の日や通学距離が遠い人はとても便利です。最後に先生との距離の近さです。先生との距離がとても近いので気軽に質問することができます。私も実際友達と一緒に先生と雑談をしたり、テストの質問をしたりしています。最後に S コースについてです。S コースは難関国公立を目指すコースです。私は一足早く志望校に合格しました。進路先が決まりましたが、今クラスの人たちは共通テストに向けて頑張っています。S コースと T コースのどちらでも学んだ私が思う T コースとの違いについて、S コースでは1時までに登校します。朝が早いと思うかもしれませんが、この時間は勉強と部活を両立する私にとってとても貴重な時間でした。放課後、自学をして残っている人も多いです。T コースは全国レベルで部活を頑張っている人が多いです。S コースは授業の進むスピードも速く、みんなで教え合ったり、わからないところは先生に聞いたりしています。ぜひ皆さんも東洋大姫路で高校生活を送ってみてください。以上で私の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。私の方から、パワーポイントとかはないんですけど、まず、私の簡単な自己紹介で、
そして、東洋大学附属の明治高校高等学校の魅力、そして私が生きてきた中で大切だと思うこと、2点、これについてちょっと紹介していきたいと思います。まず、私の自己紹介からさせていただきます。この東洋を卒業後、1年浪人をしまして、岡山大学教育学部数学科に、入学しました。そして、今年、教員採用試験に無事合格しまして、来週から、兵庫県の公立高校の数学の教員になることが決定しました。今現在大学では、数学をメインに、勉強していますが、その中でも、大数学を、中心に勉強しています。ここで私の簡単な自己紹介は、終わらせていただきます。続きまして、東洋大学附属姫路高等学校の魅力について、紹介していきます。私が在籍した時は、東京大学や、京都大学、また母体である東洋大学で研究発表、またディベート大会など様々な、体験活動をする機会がたくさんあります。で、私が行った時ですので、もっとより多くの、今ではより多くの、体験活動があると思います。そしてまた勉強面に関してなんですが、朝から晩まで勉強する、環境が整っており、また優秀な、非常に熱心に教えてくださる先生方も、揃っていますので、自分がわからないことがあれば、積極的に聞いて、自分の学力を高めていったらいいと思います。また、部活動に関してもそうなんですが、部活動を熱心に取り組むことができる環境、設備というものが、また監督、コーチ、っていうのが揃っていますので、部活動も頑張りたいよという人がいれば、ぜひ頑張ってみてください。私自身、この東洋大学附属姫路高等学校を卒業して、浪人、そして教員採用試験ということがあったんですが、その時にこの東洋で、お世話になって、どうしたら合格できるのか、どういうふうに、対策をすればよいのかっていうのを、ご指導、していただきました。そして、無事合格することができましたので、本当にこの東洋には、感謝しかありません。ラスト、最後になりますが、私が生きてきた中で大切だと思うことを2点紹介させていただきます。まず1点目なのですが、今自分が置かれてある環境というものをしっかり理解し、その環境をフルに、使ってください。例えばなんですが、東洋大学附属姫路高校に入学して、もし勉強を頑張りたいなと思えば、その勉強をする環境っていうのがすごく揃ってるので、自分の学力を高めるために先生、そして友達っていうものを、利用するというか、うまく使って自分の能力を、高めていってください。また部活動に関してもそうですね。自分の、やりたいこと、叶えたい夢に向かって、努力できる環境が揃ってるから、その、環境をうまく利用して自分のステータスっていうのを向上させていってください。また大学ではなんですけど、私自身もやっていることなんですが、単位以外の、授業を、受講し、自分の知らないことを、より吸収して、知見を広めていっているようにしています。そういった形で、自分の、置かれている環境というものをうまく利用して、自分の能力を高めていったらいいんではないかなと思います。で、2点目、考えることをやめないでください。考えることをやめるのはとても簡単なことなんです。でも失敗したときに、考えることをやめずに、その一歩を踏み出す、その壁を乗り越えるということはとても難しいことなんですが、その考えることをやめなければ、いつかいい成果が出ると思います。その考えること、自分がこれからどういうふうに生きていくのか、どうすればいいのかっていうのをしっかり考えて、これから、人生歩んでいったらいいんではないかなと思います。最後になりますが、私が今ここにあるのは、東洋大学附属姫路高等学校の生活があるからだと思います。たくさん魅力がある高校ですので、ぜひ入学して自分の夢を持って吸収できることはたくさん吸収して、その夢に向かって頑張ってみてください。ご清聴ありがとうございました。